はい、今日はですね、トミックス、ワイドレール用の壁ですね。S140。これを2つ買いました。まあ、ワイド PC の柵として取り付けられますね。で、開けていきましょうか。こんな感じです。まあ、特に説明書はないです。代わりにこの裏に書いてあるんですけどね。はい。まあ、こういう方がいいですね。スッキリしていて。ムカつくね。そういう時にハサミがないんですよね。カッターはあるのに。で、カッターで切りたい時はハサミがあるっていうね。このムカつく感じ。まあ、カッターでいいや。横に。よ、はい、こんな感じになってます。ああ、これニッパーで切らなきゃダメなんで、組み立ては特に動画にはしませんけど、これを取り付けると、まあ、リアル、もうちょっとリアルになるって感じですね。はい、ということで開封でございました。これが8枚かな、8枚ですかね。1,2,3、はい、8枚入ってます。まあ、僕はこれをもう1個同じものを買ってきました。ということで終わります。